ブランディ・ローデスは、アメリカ合衆国のプロレスラー、モデルである。本名は、ブランディア・アレクシス・ラネルズ、ミシガン州カントン出身。夫は元 WWE で現在は、絵で活動する、コーディ・ローデス。義父は、ダスティ・ローデス。ダスティン・ローデスは義兄に当たる。WWE では、リングアナウンサー、ティエネア・アローでは、プロレスラーとして活動した。 英語圏では名前をローズと発音するのが一般的だが、本校では以降日本でよく知られている、名前のローデスを使用する。ミシガン州で生まれ育ったブランディは、ミシガン大学を卒業し、ミシガン州でニュースキャスターを務め、その後フロリダ州マイアミで、モデルや女優の仕事をしていた。2011年3月、WWE とディベロップメンタル契約を結び、参加の FCW で、 活動開始。エデン・スタイルズのリングネームでスマックダウンにリングアナウンサーとして登場するも、同年12月に契約解除。2013年9月、プロレスラーであるコーディ・ローデスと結婚。2013年11月、WWE と再度契約。NXT 及びスマックダウンにリングアナウンサーとして活動する。2016年5月24日、夫であるコーディが、 WWE に契約解除を要請し、退団したのを追う形で、ブランディも WWE に契約解除を求め、退団。2016年8月、レスリングアンダーザスターズにて、プロレスラーとしてデビュー。その後、ティエネローでもプロレスラーとしての活動を本格化させる。コーディが新日本プロレスに参戦する際には、来日に同行し、2018年1月4日の新日本。 東京ドーム大会、レッスルキングダム12イン、東京ドームにも、ディーバとして登場した。2019年1月、オットコーディラと共に新団体への設立を発表し、女子部門の責任者に就任した。ありがとうございます。